今日はありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。もう本当、大先輩に、いやいやいや、ちょっとインタビューいただきまして、ありがとうございました。はい、今日はね、あのインタビュー、実は撮らせてもらって、はい、まあ、インタビュー動画がね、あのグローカルさんの方のチャンネルで上がってますんで、はい、そちらの方をね、ちょっと見ていただけたらなと思います。はいはい、もう死ぬほど、はい、しんのすけさんの、はい、あの、赤裸々な内容を。赤裸々ですね。あの、あんま僕、本当、はい、自分でこう、あの話したりとか、はい、アフリカの話したりとか、うん、こう動画で出してるんですけど、自分のなんかこの仕事の話とか、うんうん、裏側の話ってほぼする機会ないんで、え、じゃあ動画でもしてなかったってことですか？動画でもね、してないんじゃないかな。あ、そうなんですね。あれ、したっけな、してない。ほぼほぼしてないんで、なんか他に、なんだ、なんかラジオ、なんか友達のラジオ出たとか、はい、え、ラジオやったんすかね。いや、あの、ほんと友達のやってる個人のやつとか、はい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 、まあ、なんかそういうところで話したときに、あ、こういうところでちょっとおしゃべりしてますみたいなのとかはあるけど、うんうん、でもほぼ、なんかこの動画では、はい、あの真面目な話はほぼしてないんで、僕がふざけてるのがメインコンテンツなんで、はい、こういうなんか真面目な話もね、もしよかったら聞いてほしいんで、ぜひ見てください、うん、で。めちゃくちゃ面白いと思う。そうそう。で、グローカルさんの、やっぱごめんなさいね、俺ばっかしゃべってチャンネル、あの国際協力実際にしてる人の実際のお話、うん、あの経験とかみたいなところを、はい、こうメインに話されてるんですよね。そうですね、基本的にはそれをメインに今流してて、うん、まあ、っていうのも日本で、まあ、海外で活躍してる人たちっていうのも、うん、まあ、日本であんまり知られてないなっていう現状があったんで、うん、まあ、そういうのをちょっと YouTube を通して見ていただきたいなっていうところで、はい、今しんのすけさん含め、今日あのちなみにしんのすけさんも10回ぐらい噛んでます。いや、めちゃくちゃ言いづらい。いやいや、解明してほしい。解明してほしいよね。いや、マジで全部こうカットだなって思う、毎回直してる。毎回噛んでますね。いや、マジで言いづらい。皆さんちょっと言ってみてください、本当。しんのすけさんって。しんのすけさん。全然言いづらい。なんでだろう。ね、実際動画の公開されてる方では、はい、多分カットされてるから。全カットしてる。全カットなんで。もしよかったら、しんのすけ、はい、あの、紙集みたいな作ってもらって。そうですね、はい。それちょっと NG 動画みたいなのめっちゃ作ります。めちゃくちゃ噛んでんな、この人は。めっちゃ噛むんだよ。ほんと言いづらくて。あれ、僕って今までしんのすけさんいなかったっけ、周りに。思ったぐらい言いづらい。あの、めっちゃ噛みましたね。はい、まあ、それは置いといて、はい、まあ、僕が解明するのはまあいいとして。はい、グローカルさん、うん、僕が、まあ、もちろんその国際協力に携わってたっていうのはあって、まあ、今も YouTube やってるんですけど、すごく国際協力に興味がある人間っていうのは、はい、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、誰が見てもね、結構面白いっていうか、はいはい、そのやっぱその人たちの話ってなんか誰が聞いても面白いなと思うんで、はい、面白いですね。なんかね、もうこのチャンネル見ていただいてる人だったら、なんかアフリカのこととか、はい、アフリカに限らずですもんね。いや、そうですね、うん、本当に全世界、ね、全世界、いや、それの方が多分面白いですね、はいはい、そういうなんかいろんな話を聞けるんで、ぜひね、動画見てみてほしいなと思います。いや、本当、見ていただけると嬉しいです。また全然、うん、あのチャンネル登録少ないんで。いやいやいや、やってることがもうすごくね、有意義だし、すげえなって思って、はい。いやいや。あれなんですよね、協力隊、元協力隊なんですか？あ、そうなんですよ。僕も元協力隊で、うん、僕はウガンダに行ってましたね。多分時期的には6ヶ月ぐらい遅れてる、遅れて僕は行ったんですけど、はいはいはい、でもケニアとウガンダって感じですもんね、はい、ですね、うん、あの距離に一緒の時間にいたってことで、一緒の時間にいた同じ大陸に、いや本当にいました。、うん、ほとんど一緒にいましたけど、ですよね、はい、1年半の時間をアフリカ大陸で共に過ごしたんですね。実はなかなか出会えなかったけど。確かになかなかね、出会えない。だから僕の同期とか、はい、多分知ってるんじゃないですか。いや、絶対人2、7、2は結構仲良かったですよ、はい、あ、そうなんですか、はいはいはい、誰がいましたっけ、フローラとか。あ、はいはいはい、はい、フローラね、フローラが最初に出てくるんですね。とか、あとカンナとか、はい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 、え、誰が一番仲良かったですか。工藤陽平。あ、まあ、仲良かった、まあ、今、今日この後工藤陽平に会いますよ。そうなんですね。そうそう、だマジか。そうそう。陽平さん、陽平さん、はい、結構癖強かったでしょ。癖強かった。ケニアでも相変わらず癖強くて。あ、本当ですか。
もうね、すごかった。いや俺も結構テニアタイの中では変な人っていうか、え、そうだったの？変っていうか、みんな真面目なんで、うんうん、僕真面目じゃなかったんで、はい、そういう意味で浮いてたっていう感じではあったえ、ケニアでなんか珍事件とかありました？珍事件か、怖かったもん。あれ、いいっすか？なんで俺インタビューされてるの？そうだ、あれグローからのノリで今話してます、ね、スイッチが入ったここの椅子に座るといつもスイッチ入る。インタビューはスイッチが、やばいやばい、よくないですよ。逆だ、逆だった。今日はこっちなんですから。そうでした、そうでした。逆にありました、なんか。いや、僕自身はあんまないんですけど、うん、はいはい、本当に僕の友達が顎殴られてバック取られたり、うん、まあですか。本当、もう僕もめっちゃ面白いんですけど、うん、はい、顎殴られてその友達から電話かかってきて、はい、え、ちょっと今なお来れる人みたいな感じで、うん、え、なんかあったんですかみたいな感じになって、うん、で、そしたらちょっと殴られて、うん、バック取られちゃったんでみたいな感じで言われて、その時ハンバーガーを奢ってあげました。顎痛いのに顎痛いのに噛むやつハンバーガーね、でも現地にいたらごちそうですからね。いや、本当そう、テンション上がりますから。とか、なんか僕がパソコン貸してて、うん、そのパソコンを取られて、あ、マジですか。いえ、あ、もう僕だけ、なんか僕は全然大丈夫なんですけど、はいはいはい、あまり結構やられてましたね。へえ、でも僕自身はあんまなかったですね。あ、本当ですか、うん、僕もね、なかったんですよね。あ、そうなんですね。はい、僕もね、結構気をつけて、ケニアはもう危ないって言われてるから。いや、めっちゃ危ないって聞きますよ、すごいね。なんか徒歩移動禁止とか。徒歩移動ってできました、ウガンダ？いや、できました、できました。あ、そうなんですね。でもケニアできないって聞いてましたよ。徒歩移動できないから逆になんか会いにくいってなるかもしれないです、ね、あ、そうなんですね。え、でもバスの時とかも、うん、何もあんま乗らないです、ナイロビでは。あ、そう、全部タクシー、うん、なんで、あんまだからそういうところに会いづらいっていうのありますね。まあでも一緒の時間アフリカにいたのはいいですね、はい、ソウルメイトですよ。ソウルメイトなのに、はい、全然知らなかったこれまで、ね、そうですね、僕もそう初めて知ったし、はい、うん、グローカーさんも初めて知ったし、はい、フローラとかカンナとか知ってるんだったら紹介しろよって思いますけどね。ね、田淵さんとかじゃなくて確かにね、YouTube やってるよ、ね、いや、ほんと、ちょっと言っときますフローラか、ね、はい、この辺は仲いいね。そうなんですね。そうなんですよ。へえ、はい、なるほど、うん、まあでも、ウガンダ行ったことあります？ないっす。あ、そっか、まあ、ケニアめっちゃ発展してますからね。ウガンダって、はい、なんかこれっていうものなくないですか？ないっすね。ロレックスぐらいじゃないですか？めっちゃ知ってるじゃないですか、ロレックス。このロレックスじゃなくて、こっちのロレックス。そう、あれ、ロレックスを略してロレックスにしてるから。なるほど、なるほど。っていう感じですね。ちょっとカッコつけて。はい、だからウガンダにロレックスあるんで。なるほど。100円ぐらいで食べれます。100円。ロレックス食べたことないな。あ、本当ですか、はい、めっちゃ美味しいです。本当ですか？めっちゃ美味しいです。じゃあ、ロレックス食べにウガンダに絶対来ないよ。しかもケニアで食べれるし、ロレックス。そうなんですよ。なんかそのローカルじゃないんですよね。なんかレストランでちょっと小綺麗なロレックスみたいな出てる店があって、首都とかで食べれる。そう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 。ああ、なるほど、はい。そうそうそう。それじゃないですか、やっぱ。いや、あれじゃない。あれじゃないですか。あれも確かに美味しいですね。うん、グーない方が。グーないロレックス。卵巻いただけ。卵巻いたやつがいいですか。いや、めっちゃいいっす。あ、そうなんですね。塩加減とか美味しい。まあ、ただ本当病気にならないかなっていう気がしますけど、うん、油とか大丈夫かな。はいはい、やばいですね、油は。ケニアの油は結構やばい。いや、でもそれはケニアも同じです。まあ確かに一緒一緒。うん、相当参加してそう。ロレックス以外はどうですか？ロレックス以外だと、まあね、やっぱ YouTube 的な観点で、はい、ちょっとなんか教えてほしいです。ロレックス以外、ウガンダの面白さですよ、ね。ウガンダの面白さ、うん。ケニアにはない。ケニアになくてウガンダにあるっていうことでしょう、うん、そう。え、マジ何あるんだろう。あ、でも、あ、え、眉毛って知ってます？知らない知らない。いや、眉毛じゃ、え、眉毛、ほんと、ウガンダには眉毛県っていうところがあるんですけど、眉毛県、はい、眉毛ロックって聞いたことありますか？ないです、ないです。僕たちが開発した、はい、岩なんですけど。開発した岩？いや、もうめちゃくちゃ登れなさそうな岩があるんですよ、はい。でもめちゃくちゃ高い登れなさそうな岩、はい、でもそれをあえて道作って、はい、僕たち協力隊で開発して、はい、開発してそれを眉毛ロックって言われ
結構ウガンダの人たち、はい、ウガンダ隊の、うん、まあ、ウガンダの協力隊の人たち、はい、眉毛ロックにみんな訪れましたね。そうなんですか、うん、もう最大のおもてなしするやっぱじゃあその登ったところから見る景色、いやめちゃくちゃ綺麗です。あ、そうなんだ。僕の Facebook の写真とか、はい、あ、はいはい、眉毛ロックの眉毛ロックなんだ、眉毛ロックで撮った写真、はい、じゃあ眉毛ロック撮りに行きますわ。いや、ほんと眉毛みんなあの、うん、ほんとすごいですからね。そうなんですか。どいな感じですけど、現地の人は、はい、現地の人も僕たちがめっちゃ登ってるの見て、はいはい、登るようになったちょっとこれあれかもしれないですけど、確かにちょっとねグレーではありますねでもあれですよ、僕たちがめっちゃ行き出したから、うん、なんかあ、これ NG だったらカットしてください、はい、コンドームとか落ちるようになったんですよね、その岩の上に登ってマジですか。そこでみんなやってんのっていう話になって、もともと僕たちが行った時は全然何もなかった、綺麗だったんですけど、はいはいはい、うん、なんか日が経つ1年ぐらい経ってから、はい、コンドームがめちゃくちゃ落ちるようになって、そんなにめちゃくちゃで、そんな高いところでしたいのみたいなって思った。え、待って待って、その話超面白いじゃないですか。いや、びっくりしますよ、本当にコンドーム落ちてる、マジですか。いや、でもやろうと思わないですけどね。確かにあんな茨な道ってまあ確かに声は聞こえないかもしれないです。高いな。なるほど。ただワンチャン轟くんじゃない。届きますよね。多分。そうそう。こだまするぐらい。こだまする。轟くような気がするけどなっていうのも僕は思ってました。なるほどね。はい、なんで、まあ、やっぱ声もあるだろうし、はい、やっぱ開放感みたいなのがもしかしたらいいのかもしれない。そこ求めなくても、ね。でもまあウガンダの人たちはスリルを求めるっていうところで、なるほど、やってるのがあるかもしれない。なるほどね、うん、でも俺今話聞いてて思ったのは、はい、あ、ちゃんとコンドーム使っててよかったって思った確かに確かに、ちゃんと使っててよかったっていう、確かに結構問題になるじゃないですか。いや本当にそうですね、うん、あれどこでじゃあ買ってたんですかね。確かに、もうね、いやマジかっていう、ちょっとなんか変な下ネタの話になっちゃいましたけどいやアフリカ事情をこうやって話すのも面白いですね。いやなかなか話す機会とかないじゃないですか、うん、ナイスナイス。だから、うん、面白いですね。僕もなんか初めてインタビューされたんで、はい、ちょっとぎこちない感じになっちゃったもんね。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。また、はい、コラボさせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。